零六式小銃敵弾装着しているのは犠牲弾零六式小銃敵弾は陸上自衛隊が装備している国産の 22mm 小銃敵弾である製作は大金工業89式 5.56mm 小銃または64式 7.62mm 小銃の銃口に装着して用いる小銃敵弾であり敵弾本体は 重口より突き出して装着される。06式小銃敵弾は専用の薬刀を使用せず、発射される小銃弾を用いて投射される。発射方式には弾丸トラップと分離飛翔方式を組み合わせた機構が用いられており、小銃弾の発射により、小銃弾を受けるトラップ部と敵弾本体部分に分離して飛翔し、発射反動を抑えることにより、命中率を高めている。この方式は、 後方に飛散物を発生させないことも目的としており、いての安全性の面からも優れている。射撃時の照準には照準に装着する零録式、照準敵弾用照準具合型、照準具逐型、または敵弾に装着する簡易照準具を使用する。その他、着発不作同時の自爆機能を有している。64式向けには M31 追戦車照準敵弾が使用できたものの、 89式に適合する小銃的弾がなかったために、これに対応するものとして2002年から開発が開始され、2006年に正式化された、フランスのヒートエイパースフラグを事前に取り寄せ、研究も行ってきていたが、伊手方向への商品飛散があり、安全性の面から採用に至らなかった、円周用機材として、06式7 6 2ト、mm、ル、 演習小銃的弾発射薬等及び06式 5.56mm 演習小銃的弾発射薬等も開発されている。性能諸言などは未公表であるが、その形状と現代における小銃的弾の数星や平成13年度の開発事前事業評価より小型の成形作薬弾と調整破片による対軽装甲及び対人兼用の多目的弾等とされる。 事前事業評価では、手榴弾投敵射程と迫撃砲最低射程の間撃を埋める地域制圧火力として構想されており、射程は M31 推薦射小銃敵弾の9割増、フランス製アパ v 40の8割であるとされており、一部には射程200メートル以上、最大射程400メートルと推測されている。なお、89式については、機頭部分に装着する。 アドオン式、グレネードランチャーの開発予定はない。自衛隊は、かつて M203 敵弾発射灯の評価試験を行った上で不採用としている。不採用の理由は公開されていないが、敵弾灯を装着した小銃の標準特性が変化したり、敵弾いてが固定されることを避けるためなどと推測されている。一般部隊での配備は行われていないものの、2007年から2008年に、 QDSS NT4 サプレッサーや M4 カービンと共に、対外優勝軍事援助で M203A2 の導入が行われており、特殊作戦軍が使用しているものと思われる FA マシを運用するフランス軍など、同様の理由により、アドオン式、グレネードランチャーの装備に積極的でない軍はいくつか存在する。ゲート自衛隊彼の地にて、各戦いで小説、アニメ版、 漫画で異世界へ派遣された陸上自衛隊の装備の一つ、ゾルザル派軍や海員に64式小銃や89式小銃に装着して使用するルートルーパーズ自衛隊漂流戦機異世界に飛ばされてしまった自衛隊の装備の一つとして登場。襲い来る異世界の兵士たちに各隊員の小銃から一斉に発射される。目指せ。一機当戦ぼ自衛官の異世界噴戦機。 異世界へ転生した主人公が襲来する Y1 を撃退するために89式 5.56mm 小銃と共に使用し、これを撃退。ありがとうございます。